どうもエルザレットです。今回はゴンズイ地区のバンカラマッチルール別マップ調査となります。この動画ではマップから読み取れる情報や実際のバンカラマッチを経験して感じたことを元にまとめています。マップの構造や動きがわからない人向けとなっています。少しでもバンカラマッチを楽しく攻略してもらえれば嬉しいと思いますので、一つの情報として見ていただけますと嬉しいです。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。それでは早速いきましょう。それでは早速エリアをやっていきたいと思います。ゴンズイ地区はこのようなエリア構成となっています。中央にガチエリアの確保場所があって、そこを囲むように高台があります。エリアの上まで伸びている橋も特徴的ですね。で、ここの攻め方というか前線のポイントとしては、がっつり敵陣に入ることが重要となります。ただし確保は非常に難しいです。ただその分エリアから遠ざけることができるので、中央の高台に通さないように抑えるといいかもしれないです。では続いて守りポイント、上から塗るようにして攻守の取り合いをするのがいいかと思います。射程で上から抑えられると敵陣に攻めることもできなくなるので、こちらもしっかり上から抑えていくのが重要です。ちょっと出っ張った高台ですね。ここは長射程組がバトルところになりますが、制圧した後見晴らしがめちゃくちゃいいんですよ。サポートが取りやすくなりますので、絶対抑えたい部分ですね。逆に言えばここ守りきれないともう全部崩れます。で、最後塗り押さえのポイントです。塗りの面積が少ないのでなるべく確保しておきたいところです。塗り合戦になりやすいので、敵の数次第では裏を取ったりスペを使って相手を動かすということが重要になります。で、全部を入れてみるとこんな感じですね。エリア付近に高台が用意されていることもあり、この場所で優劣が決まるように感じます。特に上からの攻撃はサポートがしやすいため、デスさえ抑えれば嫌がらせがしやすいです。前作のデモン海洋博物館のようになってますね。なので長射程はもちろんですが、前線武器などは手前処理だけではなく、橋上の相手に対しての嫌がらせ、裏取りもしっかりする必要があります。可能であればスペシャルアサブを援護を意識すると抑え込みがしやすいと思います。逆に抑え込まれると自陣高台も取られて何もすることができなくなるので、絶対守りたいところですね。矢倉のルートはこのようになってます。矢倉を乗ってからすぐ96から88で第一関門があります。で、意外とここが重要ですね。ここ取るの結構大変なので、そこからまっすぐ進んでいって第二関門があります。ここまで来ると約半分ほどになってしまいますね。で、そこから敵陣に乗っていき30から17のカウントでゴールとなります。まあ、奥に進むほど敵の高台がどんどん現れて防衛されやすいっていうところになります。ただ敵からすると侵入もできる場所が多くなってくるので、非常に厄介なルートですね。ではここの前線ポイントです。前線ポイントは2箇所あって、左側右側両方押さえる必要があります。で、序盤で取りたいところとしては、まず左関門3までは押さえておくと進みやすくなります。ここ非常に重要ですね。まあ、塗りだけでも固めたいっていう部分です。敵が侵入して矢倉を取りに来る、防衛するっていう時に必ずここ立ちますので、押さえておきたいところ。ただ障害物がないので負荷負いは厳禁だと思います。で、右側も関門 1,2 を押さえる上では非常に重要です。で、関門2に到達した時には左側ばっかり注意してると右側から刺されるんですよね。そうなると、まあ、丸見えの状態になるので、なるべく抑えたいポイントです。まあ、関門さんに行く際にゴール周りを抑えるのもいいので、その流れも組みやすいという意味では、右側も確保したいというところですね。足場だけ取っているだけでもすごく圧がかかると思います。続いて、守り。こちら側は自陣からどう攻めるか、守るかというところなんですけど、2つの高台の場所を取る必要があります。まあ、右側の方は矢倉のルートで体がさらしやすい状態なので、しっかり挟み込んで抑える方がいいです。まあ、どちらかが取られると非常にきついところになるんですが、まあ、右側は矢倉のルートを常に追って見れるところなので、ここは取りたいところですね。で、左側で、こちらは自陣から遠いため取られるとずっと取れない可能性があります。結構危険な場所です。
挟み込みもできなくなるので非常に展開が辛くなるんですよね。なので序盤から防衛として使っていって相手に取られないようにするのが重要かと思います。で3つ目、塗り押さえのポイントです。塗り押さえは中央と敵陣の高台ですね、こちらを確保するというのが一つなんですが、さらに自陣の中央ですね、自陣よりちょっと長めのところがありますが、ここを取っておくといいかなと思います。ここ取っておかないと敵がどんどん侵入してくるので結構きついんですよね。で、侵入箇所が豊富にあるため塗りを活用して相手の侵入を抑える必要があります。相手の高台を確保できるようにしっかりリキルを取って抑えていきたいところですね。で、全部を入れてみるとこんな感じです。関門までの距離感が非常に短いルートになっているため、少しでも放置しているとあっという間に終わってしまいます。また塗り範囲もそんなに広くなく、スペシャルも貯めづらいという点があるので、ある程度キル力が試されるように感じます。とにかく攻められると打開が非常に難しいマップかなと思いますね。なるべくルートまたは関門の前を制圧する意識を上げていくことが重要かと思います。余裕があれば敵陣を塗ってスペシャルを貯めておくと一気にカウントを稼げる可能性がありますので、合わせる意識を持っていくといいかと思います。ガチホコのルートに関してはこのようになってます。どちらともカウントは52ですね。で、正面左側を突っ切った場合は16まで進めることが可能です。比較的ゴールまで直線的なところとなってますね。ホコショットのポイントとしては黄色い部分が重要になると思います。まあ、初期位置かあまりにいい場所ではないので隙を見て運ぶのが良さげかなと思います。関門に着いたらその場からだいたい届くので味方とデス数を見て進めるのかどうか考えてもいいかと思います。初期位置がね結構辛いポイントにあるので、歩行を取った後進めれるかどうかの問題が出てくるんですよね。なので必ず倒してから、まあ、場所によって歩行書を打ってクリアリングするっていうのが非常に重要かと思います。まあ、ここの範囲は届くのでね、覚えておくといいかと思います。続いて守りのポイント、守りのポイントは自陣の高台ですねから第一関門を見れる範囲っていうのが重要になります。まあ、ルート的に本当距離が近いので1デス2デスで一気に押し込まれるところですね。なのでこの部分は守りとして常に重要なところかと思います。まあ、慎重に守りを固めながら押し上げた方がいいような気もしますね。ここが見づらいので見える位置からしっかり対応するのも重要かと思います。続いて塗り押さえです。中央が広いためここを取られると塗り返すのが非常に厳しいと思います。なるべく塗りを多く取って相手の侵入箇所を潰すようにしていくといいかと思います。正直短射程でこの広いところを移動するってなるとかなり厳しいんですよね。上側も見下ろして攻撃することが可能なので、局者の上手い人が来ると一瞬で片付けられます。なのでこの辺り塗り制圧して抑え込むということができるようにしておきましょう。全てを入れるとこんな感じです。関門が2つ用意されており、直線的に稼げるルートと広場に進むルートが用意されているくらいです。左側に関しては攻めのルートが決まっているので、ここショットが比較的打ちやすいが、足場が濡れないため逆転を狙うルートになっています。右においては広場から全体を比較的見やすいので一般的なルートになりそうです。ただしどちらも復帰から距離が近いので味方の生存やキル状況によって変わるように感じます。個人的には右ルートで敵を一方方向から見れるようにしていると、ここショットで味方の援護しながらカウントを狙うことができるような気がしますので、まあ、右かなという感覚です。右を選ぶ理由というのはもう一つあって、壁があるという点です。ちっちゃい壁が一つありますね。まあ、ここは敵も隠れやすいのがありますが、ここに隠れて敵の弾を避けるということも可能なので、まあ、こちら側がいいんじゃないかと思ってます。左側は正直壁ないんですよね。避けれるところがないので、まあ右側かなというところな気がします。では続いてアサリです。アサリの配置はこのようになってます。中央にアサリが密集している形ですね。ゴールまでの距離も比較的近いように感じます。シュートポイントとしてはガチアサリはスロープや端から飛び込んでシュートすることが可能となってました。で、小アサリなら端の上からそのまま投げて入れることも可能だったので、比較的高台から敵を見ながらシュートを決めるというような気がします。
結構入れられたきついんじゃないかなというマップ構成でしたね。で、守りのポイントとしてはその高台になります。中央のアサリ密集地からゴールが近いというところもあるので、この防衛ラインは橋あたりになるかなと思います。まあ、もうちょっと前縫ってそこから守るのも全然ありですね。で、ここから敵を撃退しきれないと突破されるので、防衛と攻撃の両方が必要になると感じます。で、練り押さえ、中央にアサリが密集しているので取りづらくする必要がありますね。しっかり縫ってポジションとアサリを取っていくのが大事だと思います。本当中央にアサリが集まっているので、ここを縫ってどれくらい落ちているか把握するとよりスムーズにルート選択もできるかと思います。で、ルートとしては多分高台から取って回収していくような感じになるかなと思いましたので、このようなルートにしてます。出発点は自陣高台のところですね。そこから敵と足場を抑えつつ、アサリ回収して敵陣ゴールに攻め込むと、敵陣攻めた後は自陣に戻るのも全然ありかなと思います。敵の高台取れると一番理想ですね。で、全て入れるとこんな感じです。マップ構成がガチホコと似ていますが、ゴンズイ地区は高台からの制圧が重要に感じます。で、ここを取ってしまえば敵の高台からシュートを決めることも可能ですし、何よりアサリの回収も近いためポイントを稼げる可能性が非常に高いです。ですが、マップ自体が非常に狭いため無理にシュートを決めて人数不利を招きカウンターをもらうということもあります。高台制圧からじっくり攻めるのもありかと思いますので、焦らないのが重要かと思いますね。慎重になりやすいマップということは、それだけ試合が硬直しやすいとも言えますので、ワンシュートが非常に重要になるマップになるかもしれないです。ゴンズイ地区は高低差があり複雑なマップになっています。ただ敵陣の高台を取った時の恩恵が非常に大きいマップなので、攻めれる時には一気に攻めたいマップですね。また長射程は多くなりがちかと思いますが、短射程の裏取りなどで試合をかき乱すということが重要になるかもしれないです。ただ侵入先が分かりやすいので待ち伏せされそうな気はしますが、そのあたりは状況判断次第というところになりそうですね。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。今回はゴンズイ地区の解説というとこですね、調査した結果はこちらとなります。今後もこういった調査解説系であったりやっていきたいと思いますので、よければチャンネル登録高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。